はいどうも、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつっつんです。ということで今回は3連勝へ湘南対福岡、福岡よ進化を示せということで、さあ今回は湘南と福岡のマッチプレビューですね、やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、さあアビスパ福岡ね、一時期は本当どうしたもんかねちゅうぐらい、勝ちに恵まれていなかったというのがありましたけれども、ここ2試合はしっかりまあ2連勝というところでね、この試合しっかり勝って3連勝、そして本当の福岡の、価値を示してほしい、そんなゲームに、してほしいところではございますけどもね。はい、てことでまずこの試合こちらから、湘南福岡というところで、湘南現在勝ち点が13で18位ですね。で、対するアビスパ福岡現在勝ち点が12で26位というのが湘南福岡の差には、なってきますんで、まあ、順位的には6つの差があるんですけれども、勝ち点的には約2倍、まあ約1が2倍か、計算ができておりませんでしたね、2倍の差があるというのが両チームの、今シーズンの成績には、なってきますんで、まあ福岡からしたら残留はもう大丈夫じゃないかなというところにはなってきているんですけれども、しかしまあこの試合しっかり最下位湘南ベルマーレ相手、まあ難しい相手であるのは間違いないんですけれどもね、間違いなく難しい相手、最下位ではあるんだけれども、本当難しいゲームになるんじゃなかろうか。それぐらいやっぱ湘南ベルマーレもですけれどもね、まあしっかり補強もしていますし、で補強があったということはですけれども、イコールまあ既存のメンバーはさらにモチベーションが上がってね、これから加入してくる、例えばディサロ選手とかね、キム・ミンテ選手からレギュラーポジションを奪われないように、そこの競争もまた激しくなっていますので、そこのモチベーションに福岡は負けないでほしいというところでございますけどもね。で、下に出しているのが両チームの直近5試合の数字にはなってきますけども、だからちょっと湘南が厳しいというところ、まあ4連敗の後、前回ね、裏天王山と言われていた柏レイソル戦はドローというところ、まあ 1-1 のドローで終わりました。まあ最後のところね、大野選手が決めてね、追いつくことができた劇的なゲームではあったんですけども、ここでまあなんとか連敗止めることに成功しましたが、しかし依然厳しい状況であるのは変わりないというところですね。で、対する福岡でアビスパもだからしばらくね勝てていない時期が続いていたんですけど、セレッソ戦からね、ここからまあ2連勝というところ、まあ、セレッソ札幌中なかなかにねこれ独特な、チーム相手に2連勝というところなんで、まあ、福岡からしたらですけどもね、この試合しっかり勝って、まあ、しっかり中断期間でですけどもね、次の九州ダービーに向けていい雰囲気で、練習することができるかどうかというところにもなってくるかもしれませんけどもね。はい、でこれが両チーム前回対戦にはなってきますけど、そうか、アビスパと湘南の前回対戦ってあの劇的なゲームだったかっていうのは僕も思い出したんですけど、そう、山岸選手がね後半50分というか、ね、アディショナルタイム、これ結構長かったゲームですよね、に今2得点決めて逆転勝利というところでしたね。まあ、この試合だから福岡結構最後のところはですけどもね、まあ、前線にフォワードを並べるみたいなゲーム展開だったんじゃなかろうかというところにはなってきますけど、この試合の勝利は本当に大きかったですよね。本当今シーズンの福岡っていうのはね、本当試合終盤まで、何を見せてくるかわからん、本当いい意味でですけどもね、サプライズ的な勝利が多い福岡なんですけど、この試合もその一つじゃなかろうかというのは感じますけどもね。はい、そしてこれが、両チーム前回のスターティングメンバーには、なってきますけども、湘南はだから本当センターバックのところはですけどもね、キム・ミンテ選手が加入していますんで、その選手がだからね8月以降の、出番にはなるんですけども、この既存のメンバーたちが、そこに負けない、まあ、キム・ミンテ選手多分センターバックの真ん中で、使われるんじゃなかろうかっていうのありますけども、本当これで山本選手とかね、まあ、名前ありませんけど大岩選手とかこの辺の選手もですけどもね、争いが激化していくというところ、本当ね、そこのモチベーション、いい影響というのはやっぱ補強の、そういう選手のモチベーションを上げるっていうのもですけどもね、補強のいいところじゃないかと思いますんで、本当に福岡はちょっと難しいゲームに、なるんじゃなかろうかというところ で、でそう、前回湘南ベルマーレ形を少し変えてきましたね。これまでアンカーシステムを置く352システムではありました、3142システムではあったんですけど、前回トップ下に山田選手を置く形、まあ、ダブルブランチシステムに、変えてきましたね。だから分かりやすくダブルブランチ、まあ、奥の選手にしてもバラダ選手
選手にしてもやっぱりこうボランチタイプの選手なんでね、これガンバかレンタで来ている奥野選手、そしてね今シーズンアンカーとしてプレーしていたバラダ選手が並んだというところで、まあダブルボランチシステムですよね。でまあアンカーというかしっかりこのこれまで結構アンカー脇を狙われていたんですけどもね、そうなんですけどもね、このアンカー脇を消していこうって分かりやすくね形を変えてきた前回のゲームにはなってきます。で湘南はだからあとキウインテ選手だけじゃなくて田中聡選手もね加入が発表されているんで、割と最終ラインは充実していくんじゃなかろうか。まあ、田中聡選手が、ね、ダブルボランチで、起用されるかどうか、それか、ね、もしかしたら最終ラインでの、起用もゼロではないんじゃなかろうか。まあ、そこ分かりませんけど、ただ田中聡選手自体は、ね、これまで湘南ベルマーレ時代はアンカーとして、プレーをしていたんで、多分ボランチの起用には、なるかと思われますし、もしくはセンターバックの左に、田中聡選手を置いて、最近杉岡選手がウィングバックもやっていますんで、そういう形もありかもしれませんが、しかしまあ何にせよですけどもね、田中聡が加入した中盤、そして最終ラインキウミンテ選手が加入して、最前線はディサロが加入していますんで、ちょっと湘南ベルマーレね、この試合いい形で勝つことによって、さらにこのね補強した選手が後半ね大暴れするみたいなシーズンになれば、まだまだ J1 の残留争いも分からんというところですよね。でまあ既存のメンバーの要警戒選手で言うと、やっぱり小野瀬は何か作れますね、この選手は。まあ改めて言うことでもないんですけどもね、やっぱり湘南における小野瀬の存在感っていうのはでかいですし、まあ、今シーズン主に真ん中でプレーすることが多かった小野瀬選手には、なってきますけれども、まあ、本来のポジションですよね、この、右のウィングバックっていうところは小野瀬選手の、まあ、本来の、得意なポジションにはなってきますんで、この右の小野瀬っていうところはやっぱクロスも上手いですしね、そこは要警戒ポイントには、なってきます。で怪我から復帰の大橋選手ですね、大橋選手も、ね、序盤調子良かった時怪我をしてしまったんで、悔しいシーズンには、なっていると思いますけれども、やっぱこの選手ゴール前で何か違いを作ることも、できますし、まあ、本当この選手はチャンスメーカーってイメージが僕はどうしても強いんでね、それこそ町野みたいなコンビと組むのが一番いいでしょうし、まあ、大橋選手はどちらかというと、まあ、ツートップの一角なんだけども、役割としては 1.5 列目みたいな、そっちの動きの方が得意な感じが、しますんで、まあ、まだこの試合出ることできませんけども、まあ、ディサロと大橋選手のコンビというところですけどもね、後半戦、一つ鍵にはなってくるかもしれませんね。で、福岡ね、アビスパに関してはさっきも言った、まあ、3連勝が、かかるゲームというところで、福岡はだから、まあ、相手にボール持たせていいんじゃないか、そこはしっかり割り切ってやってもいいんじゃないかっていうのはありますんで、まあ、湘南がだからね、試合の入りは相当、食いついてくると思うんですよね。まあ、この試合ホームですし、しっかり勝って中断期間を、迎えたいというのもあるでしょうし、っていう意味では最初の15分っていうところ、例えば最後の15分ですね、まあ、さっき言った湘南は前回柏レイソル戦は本当最後の方に、得点決めていますんで、最後の15分というかね、最後まで気が抜けない、今の湘南っていうのはある意味ね、まあ、それこそ調子がいい時の福岡みたいに最後までこう、気が抜けないみたいなチームには、なっていますんで、最初の入りの15分と最後の、15分も当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけどもね、この試合は集中して入っていってほしいところにはなってきますけどもね。はい、そしてこれが両チーム数字的な話にはなってきますけど、一応こんな感じですね。まあ湘南やっぱオフェンスの数字は悪くはないんですね。まあ攻撃の回数も2位ですし、シュートの本数も、リーグで4番目に多くて、チャンス構築率も8位で、1試合平均得点率も 1.3 なんだけれども、やっぱり残留するには守備力ですよね。まあ得点力よりも守備力っていうところがですけどもね、サッカーにおける重要なポイントには、なってきますんで、その守備のところというのがやっぱりこんな感じというところなんで、やっぱサッカーってね、分かりやすいですよね。優勝するには得点力、残留するには守備力みたいによく言われますけども、湘南この守備のところ後半戦、どういう風に改善することができるかというところはね、本当来シーズンのカテゴリーを分けるところにはなってきますんで、ちょっとそこはですけどもね、改善期待したいところにはなってきますし、で逆に福岡はですけどもね、この湘南が、まあ、本当ある意味湘南と今福岡やれるっていうのはまあ良かったのかなっていうのはあります。間違いなくシーズン終盤の湘南中ところはですけどもね、残留がかかってる、本当ね死に物狂いでやってくるみたいな、それが後半のね最後の方の湘南ベルマーレには、なってくると思いますんで、ある意味ね今のところね、まだ湘南ベルマーレとこの時期にやれるというのはまだ良かったのかもしれませんけどもね。はい、そしてこれがその他のスタッツというところにはなってきますけども、やっぱり湘南スタッツはいいんですよね。まあ1試合平均のシュート数も枠内シュート率も、こんだけ高いというところには、なってきますんで、やっぱゴール前での迫力は、出せるチーム。ただこの辺がね、町野選手がいなくなってね、どういう風に変化するか、やっぱオフェンスとか町野選手の、存在感は際立っていましたんでね、まあ、そのね町野の代わりになるかどうか分かりませんが、しかしまあディサロ自体もですけどもね、特大のポテンシャルを持った選手には
には、なってきますんで、まあ、街の代わりじゃなくて、やっぱディサロはディサロの、良さを出してくれたらいいと思うんですけども、一応こんな感じの、指すというところにはなってきますね。はい。ということで今回以上になります。以上、パルプンテ、ディルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さあ。喜ぶよ。